カルロ・ブラジス・カルロ・ブラジスは、イタリアのバレエダンサー、振付や、バレエ指導者、著作家である。バレエの技法を体系化し、著作にまとめた、理論家として知られる人物である。ナポリで生まれ、ボルドーで、ジャン・ジョルズ・ノ・ベールのバレエ理論を学び、さらにジャン・ドー・ベルバルに支持した。その後、パリオペラザ付属のバレエ学校でも、ピエール・ガルデルの教えを受けた。彼の最初の作品は、 グルックやモーツァルトなどのオペラのために振り付けられたものだった。1818 18年からミラノスカラザのダンサーとなり、1826年から1830年の間はロンドンでキングズ劇場のソリスト及び振り付け家を務めた。サンクトペテルブルクでも踊った経験があり、ダンサーとして活躍していたが、1837年に負傷のために引退を余儀なくされた。 翌年、ミラノスカラザ付属バレエ学校の校長に就任し、1853年まで在職した。彼は、ワルシャワ、リスボン、パリなどの各都市にバレエ教師として招かれ、イタリアバレエの普及に努めた。特に、ロシアにおいて、彼がイタリアバレエの普及に果たした役割は大きかった。この時期、バレエ学校で彼の教えを受けた者の,の中には、 後にロマンティックバレエ機における花形バレリーナの一人となったファニー・チェリートがいた。彼の指導は極めて厳格であることで知られ、しばしば4時間も続けられることがあったと言われる。ブラジスがバレエ史において重要とされるのは、彼が残したバレエ技法に関する著作の数々による。1820年にミラノで発行された舞踊芸術の基礎、理論。 実践をはじめとした一連の著書は、現代に至るまでに執筆された、ダンスバレエの理論や技法などを題材にした本の中で、最も重要なものの一つと評価され、今日においても使用され続けているバレエに関する、古典的な語彙の数々は彼に源を発している。一例として、バレエにおけるアティチュードと呼ばれるポーズは、後期ルネサンスからマニエリス向きにかけて活躍した。 彫刻家であるジャンボローニャ作のマーキュリー像から発案したものと伝えられている。彼の構築したイタリアバレエの理論と技法は後にエンリコ・チェケッティが引き継いで発展させることになった。ブラジスはイタリアのチェルノッビオで1878年に死去した。青年については1795年説もある。ABCDEFGHI オックスフォードバレエダンス四百453ページ。オックスフォードバレエダンス辞典百129ページ。アチチュードともいい、フランス語で、姿勢、態度を意味する言葉である。ダンスライブラリー用語講座アティチュード、ダンスキューブチャコットウェブマガジン、2011年6月9日、閲覧。バレエ用語辞典19ページ。オックスフォードバレエダンス辞典二21ページ。 ありがとうございます。